うん、精油の種類は豊富だが、肝心の植物油かな。美容効果よりも香り高さを重視していると見た。となれば、やはり先ほどのバオバブ種子油のものを。だが、浸透率を考えると成分が今一つ。うん。トレーナー君、なぜここに。いや、買い物に決まってるか。しかし、なんたる偶然。ヘアオイルをいろいろと見比べていたところだ。ちょうど今使用しているものが切れそうだったのでね。せっかくだから新製品でも出ていないかと探しに来たんだ。同じ製品でも日々の研究によって成分が見直されることもあるし。まあこの通り、髪の悩みは尽きないからな。見てわかるだろ、私の髪はその少しだけ膨張しやすくてね。なあ君、まさか私の髪が何もせずにもともとこの状態なのだと勘違いしてはいないか。これでも最大限努力はしている。毎日浮き毛を抑えるスタイリング剤を使用しているし、就寝前のヘアケアも入念だ。だがトレーナー君、それでも足りないのだよ。何せ私の髪は波状毛と粘点毛の超混合、美容師もお手上げのハイパークセ毛だからだ。ああ、具体的な意味を持たない形容にはなるが、あえてそう呼ばざるを得ないほど私の髪質は異常だ。既製品はもちろん、自分でもケア用品を作ってみたし、タキオン君という近畿に触れてもみた。だが一向に改善しない。苦痛は朝起きた瞬間からすでに始まっている。君は自分の髪で窒息しかけ飛び起きた経験はあるか。梅雨の時期など特に顕著だ。私にとって髪とはアレンジなどで楽しめる代物ではない。そう、もはや敵とも呼べ。ならば短くすればいいと人は簡単に言ってのける。しかしあまりにも悪手、顔周りで膨張することのなんと鬱陶しいことか。私も好き好んで伸ばしているわけではない。重力で落ちる、あるいは結べる利点を考慮しての苦渋の決断だ。だが当然。いっそブライアンのようなストレートヘアになりたいと幾度願ったことか。子供の頃、初めて彼女の髪を結んだ時の衝撃を覚えている。まとまったサラサラの指通り、これが同じ髪かと叫んだよ。幼心に悔しくて父のポマードで固めて結んでみたが、当然ブライアンと同じ指通りにはならない。あれは絶望だった。なぜ笑う？私は真剣に話しているんだが。